今週はですね、特別ゲストとしてまたですね、小川栄太郎さんに来ていただいてですね、はい、まあ昨今のです統一教会問題とか含めてですね、いろいろご意見いただきたいと思います。国葬の問題とかね。そうですね。はい。また今日小川さんが切れないようにちょっと用意にしとかないといけない。でも切れてほしいっていう視聴者もいるから困るんですけどね。小川さんの切れが見たいとかね、困るんですけどね。はいはい。とにかくもう今ね、統一教会叩きが一向に収まらないじゃない。はい、ひどいもんですねこれね。もっとやることたくさんあるんだと思うんだけど、はい、最近驚いたのは立憲民主党のね、はい、またあれを復活したわけですよ、ヒアリングっていうのを、うん、一度もうあまり評判が悪いんでやめるって言ってたのにね、はい、うん、復活してそこに呼んだのがですね、宮村俊って言うんだけどね、うん、この人はね85年からですね、統一教会を脱会させるね、はい、その運動をずっとやってて、うん、あるケースでですね、十数年ですね、はい、もう監禁したりなんかしてね、うん、脱会させようとして失敗した、はい、でその相手に訴えられてですね、最高裁まで行って、うん、2000万円ぐらい払わされてるんですよ、はいはい、賠償金を。はい、だからね、まあ、とんでもない人なんだよ。でそういうのをね、有田芳生のね紹介でね、有田芳生がまたね、なんだい、立憲のですね、その追及本部の、統一教会追及本部のね、特別参与とかいうのになってんだよね、いつの間にか。もうね、何が特別参与なんだよ。議員の時は何もそれ対して12年間議員でいてですね、その間何かやったのと、全然ほとんどやってないんですよ、統一教会に関して。そんなに重大なことなら議員の間に完全にやればいいと思いますけどね、やってないんですからね。でそういうのをねまたね呼んでね、せっかく立憲が反省してですね、ヒアリングやめたのにね、あれで吊るし上げるわけでしょ、各省庁のその若い職員を呼んでさ、それをやっと非難されてやめたと思ったらまた復活ですよ。で立憲がさ、何岡田とかさ、また迎え入れてんじゃない、はい、もうどうしようもないねこれね。岡田とか長妻はもう終わった人だよ。昔の名前で出ていますみたいな。そういうのに頼らないとやっていけない、やっていないからね、やっていけないってどうしようもないねこれね。これじゃあね、支持率上がんないわけですよねこれ、どう考えてもね。あとこれはもうかなりなんていうか知ってる方が多くなりましたけど、この例の米子市長のですね、壱岐隆さんって人がフェイスブックで、要するに世界平和統一家庭連合の米子市内の施設で開催された集会に過去2回来賓として出席し挨拶したと、はい、このことを非難されてですね、でこうこうこうだよってこう理路整然と答えてるんですね。はい、そうですね。これが素晴らしいんですよ。はい、だから本当はね、これ例えば市長という立場は私の支援者であろうとなかろうと、思想信条がどうであろうと、市民であれば話も聞くし、市政報告を求められれば行うこともありますし、それを私の政治姿勢としています。悪質な商法が問題ということであれば、消費者契約法に基づいて適切に司法の手続きが行われるべきですし、そこに至らない相談が必要ということであれば、米子市役所内の消費者生活相談室がありますと。仮に犯罪歴があったとしても、社会復帰を支援する公正保護活動については行政としても力を入れているところですので、過去の犯罪歴だけで差別することはありません。教団側に過去悪質商法のトラブルがあったことは認識していますが、現時点で国政や警察の側で何らかの措置を取られていない以上、米子市民の皆様の集会に出席することに問題はないと考えています。はい、これの通りでしょ。これがもうこれに尽きてるんですよ。はい、だからこれをね、本当は一番最初にその自民党の茂木幹事長かなんかがね、はい、こういうことをですねビシッと言えばですね、これ何の問題にもなりようがない話なんですよ。そう。だからこれ今からでもいいから、はい、この壱岐市長のですね、これをトレースしてですね、全く同じじゃね、なんだって言われるかもしれない、少し直してですね、こういうことじゃないのってことをね、言えばいいんですよ。しかしね、なんでこんなに空気に弱いのかね。いや、これまあ自民党の諸君はね、本当情けないよ。情けない。情けないよね。だって過去のね、なんか要するに今この市長さんがね言った通り、要するに現時点で法的な問題があれば、これはもうその現時点で例えばそのスキャンダル起きましたで、それ現時点のスキャンダルに対してその報道が過熱をしてね、ただ捜査当局が入りますと。でそしたら皆さんはどうするんでしょう。政治家は粛々と捜査の行方を見守りたい以上ですよね。でもこの話は過去にこういうことやってて、この過去にやってたのはけしからん団体であると。いうことを、まあちょこっとやそっとじゃないですよね。これ、まるで現時点でなんかすごいことをやった人たちのようにずっと何週間もというかもう一月やってるわけでしょ。こうなってくるとこれはもうその魔女狩りでさ、どっかのいつかの段階で何かの怪しいかもしれないことをやっていた人間を叩きのめそうとしたら何でもできてしまう社会になってるってことでしょ。なんか韓国みたいな感じですよね。もはやあの時親日だったみたいな、だからお前だろうみたいな、そんな感じのことを言い出して吊るし上げるっていうのは、なんか今のマスコミの連中っていうのはもう韓国の文化ですよ。完全にそうなったよね。法の訴求とかも全然関係ねえみたいな形になっていく。